ードがあまりよろしくないです。まあそれも含めてパフォーマンスなんで。僕は逆に君のそのところがとても何か引っかかるんです。なんかすごく心がものすごくなんかちょこちょこっとその切れてる時に見えてきてキュンキュンするんですよ。もう少し自分に素直になってみたらものすごく光る子になるのにと思って、はい、ありがとうございます。発声って基本は一緒、近道なんてないんです。レッスンは耳だけじゃなくて動いたら一緒に動いてリズム取り始めるのできんの？ちょっとあんたたち。マーメーマーメーマーマーメーマーメーマー。ワン、ツー、スリー。マーメー、まだ動いてないもん、まだ動いてないもん。はい、なんでこれレモンだか分かる。レモンって花言葉あるんだけど、レモンに情熱っていうっていうこととか、俺だって書いてんだよ、自分で書いてきてんの。この人ここの行間ってどんな気持ちなんだろうか、そこまで歌わないとお客さん感動させられないじゃない。じゃあそれがうまく歌えることと関係あるかって、そうじゃないよ。下手でもいいからそれに取り組むことでしょうか。その気合が感じられないんですよ。うまく小さくまとめるな今のうちは。そんなのは12月に終わりなさい。